どうも皆さんこんにちは、Kコーヒーです。今回はある豆というかあるお店を紹介したいと思います。それがこちら。よいしょ。はい、こちらです。多分皆さんご存知かもしれないですけど、加藤コーヒーさんっていうコーヒー屋さんがあります。その加藤コーヒーさんの豆を楽天で購入しました。すごく安くて、普段飲む分にはすごく美味しくコーヒーを入れられるので紹介したいみたいと思います。注文していただきまして誠にありがとうございます。梱包の担当は加藤コーヒー店の池田です。心を込めて梱包包装をさせていただいております。池田さん、ありがとうございます。ドライバーの方へ、いつも配達ありがとうございます。おかげさまで大切なお客様へ無事にご注文の品を届けることができます。本当その通りだと思います。いつもドライバーさん本当にありがとうございます。いろんな豆の保存方法とかも書いてあります。今回はメキシコとペルーの豆を注文しました。こんな感じで袋に入ってます。普段飲む分にすごく重宝します。 500g ずつの袋に入ってるんですけど、その合計 1kg で2000円弱です。鹿児島にもコーヒー豆を売っているところってすごく多いんですけど、やっぱり安くて 100g で500円以上はします。それと比べると 100g 200円ぐらいなので、すごく重宝しております。楽天のタイムセールとかで買うと送料込みで1000円とかの豆も売ってたりするので、ぜひ大量に飲まれる方は試してみてください。ペルーとメキシコなんですけども、なぜこの2つを選んだかというと、以前別なお店でペルーとメキシコのコーヒーを飲んだ時にすごくフレーバーが好きだったんです。フルーティーなフレーバーがすごく良くて、それで今回ペルーとメキシコを買ってみました。説明はこのぐらいにして早速入れていきたいと思います。今回はペルーの方のコーヒーを飲んでみたいと思います。今回コーヒーを入れる入れ方としては新手法で入れていきたいと思います。うわー、開けた瞬間からめっちゃいい匂いする。中入りぐらいの豆を購入しました。では早速豆を挽いていきます。粉は粗挽きです。ボダムのビストロというグラインダーを使って一番粗めの粒度にしてます。で、挽いた粉をそのままコップに入れます。急須とかでもいいと思います。では挽いた粉を浸していきます。で、入れ終わったら攪拌します。そして4分待ちます。新手法が苦手な方っていうのが、大体粉っぽさが苦手な方が多いと思うんですけども、今回はその粉っぽさを取り除くためにこのドリッパーでこしていきます。なるべく穴が大きい方がいいです。使うペーパーも100円均一で買ったペーパー、台形のペーパーを使っていきます。円錐形にしていきます。で、中にペーパーを湯通しします。はい、4分経ちました。では4分経ちましたので、これをもう一度攪拌してこしていきます。結構ドバドバーっと入れちゃってください。なぜ大きい穴がいいかというと、途中で根詰まりしてしまわないようにしています。よいしょ、できました。ではいただきます。
匂い。やっぱりこうペルーっていうのはすごくフレーバーもですけど爽やかです。今回した、新酒プラスペーパーでこすやり方っていうのはすごくまろやかになったりすっきりした味になるので、どちらかというと深入りのすごいコクがあるコーヒーが好きっていう方向けではないかもしれないんですけども、苦いコーヒーが苦手な方にはすごくおすすめです。何回も言うようですけど、この味で 100g200 円ぐらいですからね。それが飲める時代って本当ありがとうございます。あとフレンチプレスと比べて比較的もうこいつを流すだけなので、お手入れも簡単かと思います。それでは今回もご視聴いただき本当にありがとうございます。また何かご意見等ありましたらコメントお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またね。